ゲガの最新弾に登場するロストゾーンを徹底解説。ロストゾーンとは山札でもトラッシュでも手札でもサイドでも場でもないお互いに別々に存在するもう一つのエリアです。場所はサイドの左側というルールになっており、公式のプレイマットなどにも記載がない特殊なエリアになっております。ちなみに過去の公式大会などプレイスペースが限られている場合はサイドの右側をロストゾーンとして扱うことがアナウンスされたりもしました。このゾーンは遊戯王でいうところの除外ゾーンや MTG の追放領域などと考えると分かりやすいという人もいそうですが、決定的に違う点があり、それは本当に回収手段がないことです。ルールにも明記されていますが、ロストゾーンに送られたカードはその対戦の中で一切使うことができません。とはいえ他はトラッシュとあまり違いはなく、いつでもお互いに内容を確認できます。このゾーンは2008年の頃のポケカではすでに登場しており、最近でも2017年にプリズムスターというロストゾーンを参照するカードが登場しました。過去のシリーズでも使い回せない代わりに強力な効果という感じのものが多く、最新弾でもロストゾーンにカードが丸々枚以上あるならという条件付きで強力な効果を持つカードが多数登場しています。ロストアビス楽しみすぎる。サロタ